ベルリーナ・クーペ・ GT、コンバーチブル・スポルト大統領専用車フラミニアは、イタリアの自動車メーカーランチアが1957年から70年まで12,633台、製造、販売した大型高級乗用車である。イタリア大統領の公用車などに用いられた、当時のイタリアの代表的なプレステージカーであり、その車種には、ピニンファリーナ、トゥーリング、ザガートの、 各カロッツェリアが腕を振るい、クーペやカブリオレなど数々のスペシャルボディも仮装された。フラミニアの名は、同社の伝統に従い、古代ローマの街道名から取られている。ビットリオヤーの設計の傑作中型車アウレリアの後継者として企画された。技術的に最大の特徴は1920年代の傑作者ラムダ以来のスライディングピラー式、前輪独立サスペンションを、 通常のダブルウィッシュボーン式に改めたことで、これによって、従来のランチア各社の弱点であった、ランチアトレモロと呼ばれるステアリングに伝わる、微振動が克服された。後輪は、アウレリア以来のドディ4式で、同様に、ギアボックスと、デフが一体で、リアに置かれる、トランスアクスル方式も継承された。V 型6気筒エンジンの基本設計も、アウレリアのものが継承された。 ブレーキは最初の約500台を四輪ドラムで生産後、当時まだ珍しいダンロップ製四輪ディスクに変更された。4ドアベルリーナと2ドアクーペのボディは1956年のトリノ自動車ショーでデビューしたアウレリアベースのピニンファリーナの傑作プロトタイプランチアフローリダ、フロリダ LL をベースにしたものであった。ベルリーナに加えクーペ、GT、 スポルトが追加され、当時の一流カロッツエリアであるピニンファリーナ、トゥーリング、ザガートがそれぞれデザインを担当した。セダンよりも、クーペや GT の生産台数が多いことからも、高級サルーンとしてよりもパーソナルカーとしての人気が高かったことが伺える。フィアット参加に入った直後の1970年に生産が中止され、イタリアのプレステージカーの座は、 フィアット130が継承した。当時の日本総代理店であった国際自動車商事を通じ、イタリア大使公用車を含む2台のベルリーナや GTL などが少数輸入された。1968年に最後に輸入されたのはスペルスポルトであり、同型車が四国自動車博物館に展示されている。ありがとうございます。